久保さん。今回ね、人間とはにしましょうか。人間とは。多分ね、人間って僕はあの、感情をどれだけ満たせるかっていうところの生き物だと思うんですよ。感情を。多分昆虫に感情ってあるのかな多分昆虫、昆虫とかに感情ないと思うんですよ。まあ、その、動物にはあるかもしれないですね。でも、 より、より感情豊かというかね、感情に支配されてるのは人間かなと思うんですよ。まあ、久保さんが動画で言う通り、まあ、いろんなものが意味がないんですよ。例えば僕の持ってる GT-R に意味はないし、あの、久保さんのキットにも意味はないんですよ。まあ、意味はないって何かっていうと、別にキットはなくても生きていけるんですよ。 GTR がなくても生きていけるし、まあ、車がなかったと、この世の中に車がなかったとしても生きていけるし、あの、まあ、必要なものがあると、生きるために必要なものがあるとするならば、多分食べ物と水じゃないですか。この食べ物と水さえあれば生きていけるじゃないですか。じゃあそれ以外って全部生きる上で必要、別にあってもなくてもどうでもいいんですよね。どうですかね、クロさん。<laughs> 水と食べ物あれば生きていけるじゃないですか。 うん、だって住む場所に関しても、別にその、どこでもね、いいわけですよ。どこでも、うん。別にその公園でもいいしね。広島の公園でもいいし。そう。だからまあ、うん、じゃあ、じゃあそれでいいですかみたいな。水と食べ物だけでいいですかっていう話で、それが嫌だっていう人は、 うん自分の感情を満たすために物を手に入れるのか、何かあ旅行行ってそれを体験を得るのかうん、って話ですよね。なんか温泉旅行は必要なのか。別になくても生きていけるし。<笑><笑>だから全部なくても生きていけるんですよね。あ、ほとんどのものが。だから世の中に出てるものってぜ実は全部不要っていう。だ不要のものを売ってるっていうね。<laughs> このパラドックスですね。めちゃめちゃパラドックスなんですよね。 で、そこに気づき、なおかつ、じゃあ自分は、本当に何したいのかっていう、その、全部必要ないんだけど、じゃあ本当に自分が欲しいものって何なのかっていう、内から出るものですよね。億万長者合宿でも言ってますけど、ず、自らと対話したときに、本当に自分求めてるものって何なのかなって考えたときに出た答えが、多分、まあ、その、生きる、その人の、 うーんー、喜び幸せなんじゃないですかね。だから僕はもう,う、自由ですね。自由。自由にやりたいと。それだけです、そういう一点張りですね。お金がなくても自由であればそれでいいっていう。会社勤めしたくないっていうね。毎日自由がいい。そのために、自由を守るために、まあビジネスでやるっていう、ある程度のね。でも昔みたいにガツガツ、その、なんだ、あの、1ヶ月でね、 何千万とか何億別に狙わなくても良くなったっていう。ただ一応ビジネスとしてやってるので、売上目標はたまに作ったりとかね。まあ今月はこれぐらいいこうかなと、これぐらいの商品売ったらこれぐらい売りたいなとかね。まあそういうのはありますけど、まあ基本的にまあ自由であればそれでいいかなっていうところです。はい。ということでこれを見ていただいてる方はね、自分と本当に対話した時に自分は何が欲しいのか、何を手に入れたいのか、 どうしたいのかっていう、その、周りの影響ではなく、周りの影響ではなく、自分が自らこうなりたいと思うものは何なのかっていうのを、まずは、なんかん、自分と対話してみてればいいんじゃないですかほとんどの人は自分と対話することなくん、周りの影響を受けたりとか、テレビの影響を受けたりとか、友達の影響を受けたりとか、あのー、 まあそんな感じで生きてるんですよ。だから自分を生きてないんですよね。自分を生きてないんですよ。うん。だから自分を生きるって結構ね、自分を生きるイコール自分を見つけるってことなんですよ。